さあ、みゆちゃんのキャラクターストーリー第2話やっていきましょう。学食からスタートです。へい、お、ランナーと一緒にいる。みゆちゃん、この前の衣装本当に似合ってたよってことでね。お、みゆちゃんはね、似合いますからね。うん、そうかな。みゆちゃん、そうかなってことでね、疑問を持つみゆ。うん、うん、でもよかった。でもよかった、なんでしょうかね、よかったって。ん、え、ってことでね、何がってことでね。うん、みゆちゃん、ずいぶん慣れてきたから、前は新しい衣装が来るたびに無理って結構ね、素直にね、できないことは無理ですみたいなことね、言っちゃうタイプだからね、みゆちゃんは。うん、うん、みゆちゃん、うん、前よりは嫌じゃなくなったかなってことでね。おー、よかった、慣れてきてね。うん、前向き、いいことだよってことでね。あ、先生もお昼ご飯ですかってことでね、ごめんなさい。これからね、多分苦手な大人がそちらに行きます。うん、あの、あ、みゆちゃん、あ、ってことでねこれは多分ランダーの方を見てるのかな。あ、先生のこと呼んじゃうの、私ちょっと無理なんだけど、なんでさくらちゃん呼んじゃうのみたいな、そういう感じかな。うん、どうしたのみゆちゃんってことでね。うん、この前はもしかして失礼なことを。いや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 、そんなことないです、そんなことないです。多分ね、あれから時間が経っていろんなことがあって、そのみゆちゃんのことも理解してきて、まあ仕方なかったんだって。で、みゆちゃんも悪気があって言ったんじゃないんだってことは分かってるから大丈夫よ。うん、あ、あ、そっか、先生この前、みゆちゃんと2人で話したんですってねってことでね。うん、そんなさ、キラキラした目でさ、こっち見ないでよランダー。うん、ダメ、話せてないってことね。大丈夫、話せたよ、大丈夫よ。うん、そっか、先生、みゆちゃんって大人の人がちょっと苦手なんです、だからってことでね。ああ、それは十分理解しました。ねえ、あ、まさかレイカ様も登場。あ、さくら、ここにいた、焼き魚定食できたみたいよってことでね。あ、だんだんオーダーしたものができたみたいですね。やったー、本当ってことでね。みーちゃん、ごめん、私取ってくるねってことでね。うん、焼き魚かなってことでね。焼き魚の方が今は大事。先生と二人のトーク頑張って、レッツエンジョイってことでね。いろいろ気遣いしやがってってこと思ってかも。ってことでね。あー、置いていかないで、なんだみたいな、さくらちゃんみたいなこと思ってるかも。てん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 。ちょっとごめんなさい、ちょっとここを座らせていただいてもよろしいでしょうか、滝川さん。あの、うん、いいよ、ゆっくりで。なんでもないです。いや、聞こうじゃないか、時間かかってもいい、君の今のあのの後に続く言葉を聞かせてほしいんだ僕は。みゆの言葉は待つ。どうして大人が苦手かを聞くってことでね。いや、これは待ちましょう。まあ、どっちにしろなんか、どっちを選んでも正解がありそうというね。まあ、待ちましょう。てんてんてんということでね。マジか。待つよ。てんてんてんということでね。待つよ。あ、皆さん、わかりました、正解が。おそらく下です。ごめんなさい。上を選んでも話が進まない。どうして大人が苦手かを聞くってことでね、聞きましょう。え、いや、この前は苦手って言いましたけど、うん、苦手というか得意じゃない。うん、同じこと、得意な人いるのってことでね。あ、得意な大人の人はいるのってことかな。うん、いません。あ、いません。あ、やばい、絶望的だぞ。また終わった、終わったって頭の中がさあ、こいつは困ったものだって、これからこのことやっていけるんだろうかみたいなことを思ってるかもしれない。とにかく、他人が苦手なんです。まあまあ、多分大人に限らずでしょうね。どうしたら克服できるということでね、まあ、これは簡単なことではないですよ。一応聞いてみましょうかね。どうしたら、うん、どうしたら、まあ、多分ハテナってことはなんか晴天の霹靂、今までになかった質問だから考えたこともち
ょっとなかったのかな、みゆちゃん。これをいい機会、ちょっと考えてみましょう。せめて、もう少しあればということで、もう少しあれば、どういうことでしょうか。何が、うん、自信。おー、なるほど。アイドルとしての自信、うん、あ、初めてキリッとした顔でこっちを見ているみゆみゆ、うん、まだまだ足りないから。おーおー、へい、ランナーお待たせ、みゆちゃんのご飯もできてたよってことでね。お、ありがとう。まあいいタイミングでしょうかね。あ、うん、ありがとうさくらちゃんってことでね。で、どうですか、少しはみゆちゃんとお話できましたかってことで、ね、あ、できましたよ、ありがとうございます。だんだん、はあ、そうですか、あまりうまくいきませんでしたか。そんなことないよ、うん、そんなことないよ。でも私思うんです、うん、私だけじゃなくてみんな思ってると思うけど、うん、みゆちゃんは、7分の22にいなきゃいけない人、なくてはならない存在だって。その通りですよ。まあね、もうランナーもレイカ様も他のみんなもそうですよね。一人でも勝てない7分の22じゃないですからね。先生、だから先生、もっともっとみゆちゃんのことを理解してあげてくださいねってことでね。そうだそうだ、うん、理解していきますこちらも。